ブランズハッチはイギリスのクラシックサーキットだ。過去から現在までどの時代でも高い評価を受けている。最初のストレートを登っていくとパドックベントだ。一気に下ってその後上り、縁石の上を曲がっていく。 G を感じるだろう。次のコーナーはドルイドベント。180度のタイトな右コーナーだ。出口ではマシンが軽くなったように感じる。リアタイヤのグリップを維持しよう。高速の右カーブ、グラハムヒルベントに続いて緩やかに左に曲がっていくサーティスへ。ここから登ってこのサーキット最長のストレートに続く。ホーソンベントからバックストレートへ向かう。コースは起伏が激しく、ホーソンベントの右コーナーを曲がり終えるまで再び G を感じるはずだ。勇気を振るって高速カーブに挑もう。出口の縁石からは距離を取れ。ウエストフィールドベントへ向かう前にも高速の右カーブがある。ここからは素晴らしいカーブ、ディングルベルへ向かう。息を止めてしっかり踏ん張れ。それからマシンを左に寄せ、90度の左カーブ、スターリングから最後のカーブ。マシンを左いっぱいにうまく寄せ、アウトまでいっぱいに使ってコーナーを抜けよう。高速の右コーナーを抜けるとホームストレートが待っている。伝説のサーキットにふさわしい締めくくりだ。